おはようございます。今日は、朝食を作りましたので、ちょっと朝から食べていきたいと思います。結構僕朝食メニューっていうのも結構好きで、卵とかウインナーとか好きなので食べていきたいと思います。まずはご飯と、あと味噌汁と、あとこちら卵焼き失敗しちゃいました。ちょっとフライパンで作ったんですけどうまくいかなかったです。あとウインナーと、まあキャベツ、ブロッコリー、超美味しそう。あとは納豆。では早速食べていきたいと思います。いただきます。じゃあまず卵焼きから。ちょっと失敗しました。うん、でも味は美味しい。ご飯、美味しい。卵焼き、味もちょうどいい味です。塩加減。次はじゃあ、ウインナーいきます。うん。ウインナーも。美味しい。いつもはパリッとしたウインナー買うんですけど、今日はちょっと薄めのものを買ってみました。どっちも美味しいですね。続いて味噌汁。うん、いいですね。僕朝は米派でした。たまにパン食べると決まったんですけど、やっぱご飯の方が腹持ちいい気がして、最近、昔からそうなんですけど、結構昔、うん、ご飯は、あ、朝は米派なんですけど、最近は結構パンとか食べたりしてたので、久しぶりの朝米、めちゃくちゃうまい。結構パンとかの方が買って食べたりするんですけど、手っ取り早くてパンとかになりがちなんですけど、やっぱりお米いいですね。しかもこのウインナー卵焼きがご飯にめちゃくちゃいい塩加減でできました。あ、ウインナーは味付けしてる卵焼き。じゃあ野菜も食べていきます。うまい。本当は目玉焼きとベーコンにしようか悩んだんですけど、今日は卵焼きとウインナーにしてみました。でも目玉焼きとベーコンとかハムとかもいいです。
そういうメニューがめちゃくちゃ好きです。朝ごはん、魚とかも美味しいですよね。朝、鮭とか出てきたらすごいいいですよね。やばい、もうちょっとお米食べたいんでおかわりしてきます。おかわりしてきました。やっぱ米は最高ですね。めちゃくちゃ美味しい。おかずも、あ、ウインナーが1個になってしまった。なんか薄皮のウインナー久しぶりに食べたんですけど、薄皮のウインナーもなかなかいいですね。美味しい。ちょっと味若干違いますよね。ま、あの、そのメーカーによっても違うかもしれないですけど。美味しい。薄皮もパリッとしたウインナーもどっちも好きです。最後の卵焼き。甘くない卵焼き、僕は甘くない卵焼き派です。納豆最後。よく混ぜた方がいいって聞きますけど、僕あんまり混ぜない派なんですよ。このぐらいでご飯にかけます。うん、納豆ご飯久しぶりに食べたんですけど、やっぱうまいですね。めちゃくちゃご飯に合う納豆。うん、味噌汁も飲みました。いやー、美味しかった。あ、朝ごはん食べました。やっぱ朝ごはんのメニューはいいですね。ご飯がめちゃくちゃ進みます。今日は朝ごはんメニューっていうことで、卵焼きとウインナーと、あと野菜少々、味噌汁、ご飯、納豆と食べていきました。とっても美味しい朝ごはん食べることができました。いやー、めちゃくちゃご飯に合いますよね。
まあ、皆さんご存知かと思うんですけど、いやーご飯おかわりしてしまいました。とってもいい朝ごはんを食べれました。それでは本日もちょっと頑張っていきたいと思います。よし、それではありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、コメントよろしくお願いします。それではまた。